習近平が台湾を核兵器で脅す可能性も、プーチンの暴挙後の核問題を考える、日米核シェアリングの現実味、ハーバード指揮者インタビューの最終回は、前回に続き、核問題の専門家であるマリアナ・ブジェリン博士の話を紹介する。 核シェアリングの提案について、馬鹿げたた。話でではなく理解できると語った日本で米国との核共有の議論が出ている。これをどう見るか。正直に言って、私はアジア太平洋の安全保障やそこでの同盟関係がどう機能するかについての専門家ではない。ただ、中国は確かに新しい核ミサイルのサイロを構築し、 台湾に対して攻撃的になっているようだ。そんな中で核共有であれ、独自の核開発であれ、日本特有の文脈で議論を提起するのは馬鹿げたことではない。多分、日本の国内では歴史的な理由から多くの反対があるだろう。だが、スウェーデンとフィンランドが北大西洋条約機構 NATO に加盟し、核の傘に入るような時に、 そういう提案が出てくるのは理解できる。フィンランドとスウェーデンは何十年も NATO に加わらず中立を保ってきた。だが侵攻から2か月で NATO 参加を決めた。それは一種のバックラッシュだ。ロシアの行動は伝統的な安全保障問題をテーブルに戻してしまった。今や 多くの国が安全保障を最善にしかもできる限り核武装をミックスした形にしようとしている核武装は少なくとも安全保障を提供する道具の一つになった日本もスウェーデンもノルウェーもそうだノーベル平和賞を受賞したベアトリス・フィン氏はスウェーデン人だ自分の国が核に向かっているのだから彼女は動揺している 彼女はハッピーではないと NPT、核不拡散条約の関係者から聞いたが理解できる。今我々が目にしているのは核の議論が再び安全保障全体の構図に戻ってきたということだ。日本は核廃絶を訴える一方で米国の核の傘に入っている。これをどう評価するか、偽善だと思うか。 それは確かに矛盾だただ、偽善かどうか私には判断できない。核兵器は多くの矛盾に満ちている。核の抑止力は避けようとするもの自体を脅かす逆説的な概念なのだ。プラグマティストとは、理想的な目標を現実的な手段で調和させられる人を指す。多くの国がそれぞれの意図で核を保有している。 核ががなかかっったらら素晴らしいがどうやって実現するのか米国が欧州の核共有に同意したのはフランスが核実験に成功した後ドイツやイタリアが後に続く可能性があったからではないかあなたの見立ては正しいと思う私は核共有の歴史を深く知らないが米国の拡大抑止 核の傘の提供が同盟国独自の核保有を阻止する手段の一つだったのは間違いないそれは核不拡散の手段だった西側にも東側にも行かなかったかつてのオーストリアを思い出すウクライナも NATO に参加したくはなかっただがたまたまウクライナは拡大された NATO とロシアの間の真空地帯に落ちてしまった 拡大抑止でカバーされなかったので戦争が起きやすくなってしまったのだ台湾侵攻で核を使う可能性日本に対する米国の拡大抑止は永遠だと思うか中国が脅威であり続ける限り私は良い答えを持っていないそれはアジア太平洋の安全保障状況に依存する そしてて日本自身のの政策にもも依存するる拡大抑止はいいつも信頼性の問題を抱えている米国の拡大抑止は尖閣諸島のような小さな島にも適用されるだろうか米国が自分たちの約束は信頼できると説得しても私たちがそれに疑問を抱くのを止めるのは非常に難しい。 敵対国を納得させるよりも同盟国を納得させる方がしばしば難しいのだそんな信頼性問題を欧州は実際の核配備と核共有で解決した中国の脅威が消えていくとは思えないすべては中国にかかっている中国が台湾に侵攻するとき彼らはロシアと同じように核で威嚇するかもしれない 中国の台湾に関する計画は、ロシアのウクライナに対する計画と多くの共通点がある。中国は、核の先制不使用を宣言し、他国よりも抑制的であることを誇りにしている。それがどれほど本当なのかはわからない。ただ、核は戦争に使いやすい武器ではないのは確かだ。中国もロシアと同じ戦術を使うかもしれない。 台湾を防衛するという米国の約束を阻止するために核兵器で脅すのだ。それは中国の公式ドクトリンに反する。だが正直に言ってドクトリンはただの文書に過ぎない。ウクライナへの侵攻もロシアの軍事ドクトリンではなかった。どんな政策パッケージをどう国民に売り込むか彼らは自由自在なのだ。 核管理体制の未来を占う。国連や NPT 体制など将来の核管理はどうなるだろうか。この戦争が核の国際秩序にどんな影響を与えるか大きな議論が起きている。NPT には多くの課題がある。これは公平な条約ではない。だが、ないよりはマシだ。国際原子力機関。 IAEA、e、をはじめとするインフラがあり、保証措置体制があり、核査察もある、少なくとも核実験があったかどうかは分かる。それに、ラファエル・グロッシ事務局長は、素晴らしい仕事をしている。ロシアは国連安全保障理事会の拒否権を持ったメンバーだ。NPT の核保有5カ国が国連安保理の常任理事国でもある。 私たちはロシアが核保有国としての地位を利用して隣国を侵略し国連で拒否権を行使するのを目の当たりにしている。従って国連安保理から国連総会に権限移譲されるかどうかつまり重要な決定が圧倒的多数によって決められる可能性があるかどうかにかかわらず私たちが国連のようなグローバルな国際機関の在り方を 最高する時点にいるのは間違いない。そうでなければ、すべてが行き詰まってしまう。そうした改革を支援する立場にいるのが NATO だ。今、1945年以前にあったもの、つまり戦争法やジュネーブ条約の約束ごと、拷問、集団レイプ、集団墓地、なんと選別キャンプすら、舞い戻ってしまった。 国際社会がどう自分たちを組織化するのか、真剣に再構築に失敗したら、地域的なグループ分けや同盟が強化されるだろう、NATO のように。そう想定した方が安全だ。実際、NATO はほんの15年ほど前には考えられなかったほど活性化された。NATO は、 今やや気候変動問題や女性問題題女性にも取り組んでいるだからその方向は非常に可能性がある一般的に受け入れられるルールや規律を浸透させるようなグローバル体制ではなく地域の安全保障取り決めがある種のタペストリーつづれ寄りのようになる形だそれはありうると思うインタビューを終えて 以上であるこれまで4回にわたってハーバード大学の指揮者インタビューを紹介した多くの問題を取り上げたがとりわけ私は日本が NATO に加盟する可能性はないと語ったステファン・ M ・ウォルト教授の話が印象に残っている連載2回目私は日本が NATO のような集団安全保障の枠組みに参加できれば素晴らしいと思うが地理的距離の問題と そもそも脅威に認定する相手が NATO にとってのロシアと日本にとっての中国のように違うのであれば難しいと語った教授の見立ては冷静に受け止めなければならない。